サネってやっぱりかっこいいよね。かっこいい？いつもクールで怪異もスパッと倒しちゃうでしょ。昔はちょっと近づきがたいぐらいだったし、私もそんな風になれたらなって思っちゃう。キャラが違うけど憧れちゃうんだ。カサネのことちょっと分かってきたかも。そう、奇遇ね。私も花火のこと分かってきた気がするわ。そういえばカサネって訓練生の頃はナオミ以外の人とほとんど話すことなかったよね。そうね、必要性を感じなかったから。なるほど。でもあの頃を考えると今は私ともこうして話をしてくれてすごく嬉しい。だって今は必要性があると思ってくれてるってことだもん。もっと頼られるように頑張っちゃうよ。カサネのこともっと聞かせてほしいな。もちろんよ。花火のことももっと教えてね。花火、この前のことだけど、あなたに無神経なことを言って悪かったわ。もういいよ。私も急に出て行ったりしてごめん。私あれから少し考えて、どうして花火がユイトのことをあんなに気にしていたかやっと理解できたわ。その上であなたの気持ちを叶えてあげたいの。ん？それってどういう意味？つまりあなたはユイトのことがす…ああ、ちょっとカサネ、外で話そう、ね。ええ、私は別にどこで話してもいいわ。あのね、カサネ、カサネは何か誤解してるよ。私、別にユイトのこと好きでもなんでもないからね。好きじゃないということはつまり嫌いなの？嫌いではないけど、とにかくそういう異性として好きとかじゃ全然ないから、変なこと言わないで。変なことを言っているつもりはないわ。念のために客観的なデータも検証してみたもの。客観的なデータ？例えばあなたがユイトの近くで超能力を使うときは、ユイトがいないときよりも炎の温度が 10% 上昇するわ。嘘。それに任務中のあなたの視線移動も不審だわ。カイトの交戦中を除くと 80% の時間はユイトの方向を。分かった、もうやめて、認めるから。それじゃやっぱりユイトのことが好きなのね。うん。そう、安心して、誰にも言わないから。私はあなたを応援したいと思ってるのよ。ありがとう。正直に言うとね、私最初はカサネもユイトを好きなのかもって思ってた。それは見当違いね。ユイトのことを好きだったのは私じゃなくてお姉ちゃんよ。ナオミが？ええ、花火がユイトのことを話す目つき、お姉ちゃんとそっくりだったから、それで気づいたの。そうだったんだ。花火、ユイトのことが好きならすぐにでも告白すべきよ。ちょっと何言ってるのカサネ。のんびり待っていたら何が起きるかわからないわ。お姉ちゃんの分まで花火には思いを遂げてほしい。そんな、でも私いきなり無理だよ。なんでそんなに急ぐの？私たちは海抜群だもの。伝えられる時に伝えないと、明日には会うこともできなくなるかもしれない。カサネ、カサネが本気で考えてくれてるのはよく分かった。でもやっぱりまだ言えない。どうして？今の私はまだユイトにふさわしい人間になれてないと思うから。海抜群としても人としても。
この間カサネも言ってたでしょ、他人に寄りかかってて未熟だって。ああ言ったのはあなたがユイトを好きだと知らなかったからよ。ううん、きっとその通りなんだよ。図星だったからつい怒っちゃったの。ユイトもカサネも自分の目的や理想を見てるのに、私はユイトの背中ばっかり見てた。私だって海抜軍の一員なのに、自分が何のために戦ってるのかちゃんと考えてきてなかったんだ。このままじゃダメだと思う。私自身がもっと成長して一人でしっかり立てるように強くならなきゃ。大事な人に寄りかかるんじゃなくて、必要な時にはその人を守って支えられる自分でいたいから。そう、分かったわ。その気持ちは理解できる。私もお姉ちゃんのこと同じように思ってたから。カサネ、もう告白の無理強いはしない。だけど今後も応援はしているから。ありがとう、心強いよカサネ。やっぱり持つべきものは友だね。どういたしまして。友達の恋の相談なんて珍しい経験だったわ。私は割と普通な経験だと思うけどね。っていうかカサネ、なんか面白がってる？別に面白がってはいないわ。興味深いとは思ったけれど。やっぱり面白がってるように聞こえる。はあ、私ついつい戦いになると前に突っ込んでいっちゃってさ。そういうちょどつ猛進なとこ、カサネにも結構カバーしてもらってるよね。別に構わないわ。花火が前に出ているおかげで戦いやすいこともあるから。そう言ってもらえるなら私もツッコミがいがあるよ。これからもやりすぎないように頑張るね。カサネにもっと頼ってもらえる人間になるね。もう十分頼ってるわ。私のことも頼ってね。興味深い人ですね、カサネは。いえ、変に聞こえたらすみません。僕なりの称賛の言葉です。別に気にしていないわ。それは何よりです。そういう割り切ったところもカサネの長所かもしれませんね。あなたは興味深い人ですね、カサネ。もう少しあなたのことを知りたくなりましたよ。そう、私はルカの方が興味深い人間だと感じているわよ。カサネ、少し二人で話をしたいんですが、よろしいですか？ええ、いいわよ。今日は何の話？あ、いえ、ここではなく、キッチンなら誰もいませんからそちらで。うん、分かったわ、行きましょう。それでわざわざ二人きりで話したいことって？カサネにとっては嫌な話かもしれませんが、あなたは渡月で作られたデザインチルドレンですよね？ええ、そうみたいね。その自分の境遇を、自分が実験で生み出された存在だということをどう思っていますか？どうって聞かれても、それだけじゃ何を答えていいかよくわからないわ。自分が作られた存在だと知って嫌な気持ちになったり悩んだりはしていませんか？そうね、最近知ったばかりだから正直まだあまり実感がないんだけど、自分の過去が偽物だったことに対して怒りとかショックは確かにあった。でも生まれがどうあれ、今の自分が変わるわけではないから、そのことで思い悩んだりはしていないわ。カサネは本当にブレないですね。そういうカサネだからこそ僕はあなたに話したいことがあるんです。一体何の話なの？僕は
言いづらいなら別に急がなくていいわ。私は別の部屋に行ってるから、落ち着いたら。待ってください、僕はベルペッパーなんです。本来は能力を全く持たない無能力者だったんです。子供の頃に実験で超能力を与えられて、だから重ねと事情は異なりますが、僕もまた作られた超能力者というわけです。物心ついてからずっと悩んできました。僕の超能力は与えられたもの、僕自身の力ではない。もしかしたらある日突然消えてしまって、自分は無価値な存在になってしまうんじゃないかと。この間超能力が使えなくなったらなんて言っていたのはそのせいだったのね。はい、だから僕は同じように実験で作られた存在である重ねの考えを聞いてみたかったんです。もし自分の能力が失われるかもしれないとしたら、その不安をどう乗り越えていけばいいと思いますか？ルカ、あなたが私に聞くってことは忌憚のない意見が欲しいということよね。ええ、そうです。じゃあ言わせてもらうわ。私にはどうしてルカがそんなに不安があるのかよくわからない。それは自分はベルペッパーではないからということですか？いいえ、そういう意味じゃないの。ただ私は超能力なんて結局のところただの手段だと思ってるから。ただの手段？一つの方法が使えないなら別の方法を使えばいい。超能力がなければ戦う手段は他にもあるでしょう。たとえ自分に超能力がなかったとしても、私はきっと別の方法を探してナオミを守ろうとしたはずよ。超能力があってもなくても自分の考え方は変わらない。大事なのは手段じゃなくて何をするかじゃない？なるほど、何をするかですか。僕は重ねに謝らなくちゃいけませんね。いきなり何の話？以前重ねは兄さんに似ていると何度も言いましたが、まるで違っていました。兄は自分の目的のために貪欲に一つの力を、超能力を手に入れようとします。場合によっては無理やり奪ってでもね。ある意味超能力に取り憑かれているとも言える。でも重ねは超能力ありきで考えていない。なければ別の手段でいい、そう思える柔軟さがあります。よくわからないけれど、もう私がカレンと似ているとは思わないってことよね。ええ、だって似ていませんから。かなり悩みましたが、やっぱり重ねに打ち明けてよかった。僕は少し頭が固くなっていたようですね。そういうところは兄に似たのかもしれません。でもおかげで少し霧が晴れたような気がしますよ。ありがとうございます重ね。気にしなくていいわ。それより私を信用して秘密を打ち明けてくれてありがとう。重ねも何か悩みがあったらいつでも相談してくださいね。筋肉のこととか。筋肉の悩みなんて絶対ないと思うけど、心に留めておくわ。重ね、トレーニングは一日にどれぐらいしていますか？必要十分にしているつもりだけど。うん、僕の見立てでは重ねはもっと筋力をつけられると思いますよ。いつかぜひとも僕にトレーニングのメニューを組ませてほしいですね。重ねは僕とは全く違う考え方をしていますね。だからこそよりあなたに興味が湧くんです。自分ではそんな風に思っていなかったけれど、ルカって面白い見方をするのね。重ねってなんていうか一匹狼っぽいとこがあるよな。
孤立しているっていう意味？あ、いや、そうじゃなくて、いい意味でさ。言葉が悪かったかな。一人でも大丈夫なぐらいしっかりしてるってことだよ。重ねのそういうとこすごいと思う。俺、重ねのことを少し分かった気がするよ。なんとなくだけどさ。私はどうかしら、ユイトのことを少しは知れたような気もするけれど。ああ、重ね、ちょうどいいや。ちょっと話したいことがあったんだ。話したいって何を？一度改めてお礼を言いたくてさ。重ねは俺の恩人だから。私が恩人？特に心当たりはないけど。いや、ほら、荒はばきのところでさ、俺が記憶をなくしかけた時助けてくれたじゃないか。ああ、あれは私が助けたわけじゃないわ。花火とみんなと全員で助けたのよ。もちろん全員に感謝してるけど、あの時あの場所にみんながいたのは重ねが連れてきてくれたからだよ。誰か一人でも欠けてたら俺の記憶も完全じゃなかったかもしれない。だからありがとう。大げさね。でもあまり否定するのも悪いかしら。わかった、気持ちは受け取っておくわ。ああ、それで十分だよ。なんか不思議だな、こうして普通に話してるの。普通に話すことの何が不思議なの？重ねとは敵同士になったりいろいろあっただろ。それが今は一緒に戦ってる。人生わからないもんだなって時々思うんだ。同じ超能力を持った俺たちが同じ時代の同じ場所にいるのって何かの運命なのかなってさ。あなたがどう解釈しようと自由だけど、私は運命なんて信じたことはないわ。重ねらしいな。まあ確かにちょっと大げさか。大げさというより論理的じゃないと思うだけ。私たちがここにいるのは自分でそうすることを選んだからよ。運命って言われるとまるで誰かに与えられたものみたいに聞こえるじゃない。そうか、そんなつもりじゃなかったんだけど確かにそうとも取れるな。運命って聞くと前世からの定めに導かれてとか不思議な力が働いてる感じするしな。でもさ、やっぱり俺自分だけで選んだって感じがしないんだよ。どういうこと？運命ってのは確かに押し付けっぽいけどさ、いろんな人との出会いとか別れとかたくさんあって、そういうの全部ひっくるめて今の俺がいると思うんだ。みんなのおかげで自分で選ぶ力がついたっていうか。そういうことなら私も同感ね。自分一人で戦っていたらきっとこの道は選べなかった。ユイトの言うことにも一理あるわね。確かに私が今ここにいるのはお姉ちゃんのおかげだわ。そういえば俺まだ重ねに話してなかったよな、凪が死んだこと。え、凪ってあの凪よね？どういうこと？凪は政府に人格矯正を受けてたんだ。俺の脳を奪うように命令されて襲ってきた。なんとかできないかって思ったけど手遅れだった。俺はあいつを助けられなかった。そう、辛いわね。あなたも凪も。あいついいやつだったんだぜ、すごくいいやつだったんだ。なのに俺と知り合ったせいで政府の陰謀に巻き込まれて。あなたと友達じゃなかったとしても
凪が海抜群に入れば今回の事件に巻き込まれたんじゃないかしら。でも俺と友達になんてならなければこんなことになる可能性はもっと低かったんじゃないか。俺のせいであいつの人生は。凪は凪の選択で凪の人生を生きた。凪はあなたの人生の添え物じゃない。凪の人生が苦しい最後だったとしてもそれがあなただけのせいだと思うのは傲慢だわ。凪の本当の気持ちはわからない。でも彼はあなたと友達だったことを否定されたくはないんじゃないかしら。うん、俺も凪と友達じゃない人生なんて嫌だよ。だからこそ助けたかったんだ。誰かが死ぬってやっぱりしんどいよな。海抜群に入ってから大事な人が何人もいなくなってさ、最初はただショックなんだけどだんだん実感するんだ。もう二度と会えないし声も聞けないんだって。今まではブレイントークで声も顔も見たい時にいつでもどこでも見れたのにさ。それでも記憶があればいつでも思い出せるわ。一緒に過ごしてきた時間は無駄じゃない。無駄にしちゃいけないんだわ。あなたも言ったわよね、出会いも別れもひっくるめて今の自分だって。そうだな、みんなの思いを抱えて俺たちは生きていかなくちゃいけないんだ。やっぱり記憶をなくさなくてよかった。改めてありがとな。ちゃんとお礼を言えてすっきりしたよ。私も話せてよかったわ。気持ちの整理になった。そのうちまたじっくり話そうよ。せっかく仲間に戻ったんだしさ。そうね、中身のある話なら歓迎するわ。無駄話はあまり好きじゃないから。きっついな。やっぱり重ねは重ねだな。改めてこれからもよろしくな。ええ、よろしく。ユイト、ユイト、どことなく大人っぽくなったような。いろいろあったものね、ユイトも私も。俺やっぱりまだまだなんだよな。重ねと並んで戦うと痛感するよ。私とユイトにそれほど違いはないと思うけれど、もしかしたら実際はそうなのかもしれないな。でも俺にとっては見習うところがたくさんあるんだ。自分だけじゃ見えてなかったところが見えてくるって感じかな。やっぱり重ねがいると張り合いがあるよ。重ねのイメージちょっと変わったかな。俺たち分かり合えてきたかも。あなたのイメージがどうだったかは知らないけれど、でもそうね、前よりは理解が深まったわ。重ね、調子はどうだ。調子って何の調子のこと、具体的に言ってもらえるかしら。ああ、体の調子ということだが、いや忘れてくれ、大したことじゃない。カズネ、お前という人間を理解したいと思っている。私も同じよ。お互いにもう少し交流できるといいわね。この間俺が調子はどうかと尋ねたのを覚えているか。ええ、そういえば何か言っていたわね。あれは何だったの。妙なことを聞いて悪かったな。若者とどう話せばいいか分からなくてな。俺はただ近況を聞きたかっただけなんだ。問題ないならそれでいい。重ねはやはり信頼に足る人間だ。そう実感できた。あなたのような経験豊富な人にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。おい、
今いいか？大丈夫よ。どうしたの？少し聞きたいことがある。一緒に来てくれ。何？こんなところに連れてきて。ここなら他のやつに聞かれないからな。これを見ろ。これは最近の戦闘分析データ。細かいデータは気にするな。見てほしいのは怪異撃破効率だ。このところ試練の数値が一気に伸びてるのね。訓練の成果が出てきているんじゃない？そうだ。だがお前は僕のさらに上を行っている。私？ほんの少しの差だけど、こんなの誤差の範囲じゃない。いいか、僕はお前の言うほんの少しの差をこれまで一度も埋められたことがない。研究と努力をどれだけ重ねても追い抜けないなんて、どう考えてもおかしい。恥を忍んで聞くぞ、重ね。お前はどんな秘密の特訓を行ってるんだ？秘密の特訓？そんなものやってないわよ。いや、戦う際の秘策や特殊な思考法が必ずあるはずだ。何もしてないったら。私の行動を見ているなら特別なことはしていないとわかるでしょ。そんな、まさかただ単に才能の差だとでも言うのか？それが事実なら、経験や努力をもってしても一生お前に追いつけないじゃないか。よくわからないけど、私に追いつく必要があるの？一生お荷物になっていろというのか？バカにするな！認めるのは悔しいが、このタイの奴らはみんな才能にあふれたトップクラスの実力者だ。あのカゲロウですらな。だが僕だけは違う。お前らみたいな才能なんてこれっぽっちも持ってない。一緒に並んで戦うためには石にかじりつくような努力をしなくちゃならないんだ。努力の結果は出てるじゃない。私はあなたをお荷物だなんて思ってないわ。このデータを見てもそう言えるのか？どれだけ必死に訓練したところで現実はこのざまさ。これが僕の限界だって言うなら、僕はこれ以上この隊にはいられない。試練、追いかけたところでどうするの？気持ちを伝える方法がわからないわ。カサネ、今試練がこの部屋から飛び出していったけれど。ええ、ごめんなさい。私また試練を怒らせてしまったみたい。謝らなくていいわ。きちんとコミュニケーションを取ろうとした結果でしょ。生まれや育ち、考え方の全てが違うんだもの。気持ちなんてすれ違うのが当然だと思わなきゃ。でもそれだといつまで経っても試練に分かってもらえないままだわ。そうね。カサネは試練にどうしてほしいの？どうって、仲間としてこれからも一緒に戦ってほしいわ。その気持ちを試練に伝えたことはあるの？追いかけて直接行ってみたらどうかしら。また怒り出しそうな気もするけど、いえ、伝え方の工夫がまだ足りてないのかもしれないわよね。分かったわ、追いかけてみる。シデンの行き先に心当たりはない？シデンならセイランの町の方へ向かってるわよ。ハルカ、どうしてシデンの居場所を？私、みんなのオペレーターよ。シデンが急にアジトを出て行ったから、また重ねと喧嘩したのかなって思って。さすがハルカね。その通りよ。知らせに来てくれてありがとう。行ってらっしゃい、カサネ。うまくいくよう応援しているわ。見つけたわよ、シデン。カサネ、なんで追いかけてきたんだ。帰れよ。どこへ行くつもりなの？
あなたが悩んでいることは分かったわ。努力しても結果が出ないのは確かに苦しいと思う。でも人より強くなれないからって逃げ出すのはどうなの？シデンはそんな人じゃないでしょ。お前が勝手に買いかぶっていただけだろ。本当の僕はこうなんだよ。実力もないのにプライドばっかり高くて、いつも周りの目を気にして、人より劣っているかもしれないってことに怯えながら虚勢を張って戦ってるんだ。気を悪くしないでね。どうして優劣を気にするの？この力が役立つかどうかは状況にもよるでしょ。お前は自分の力を制御できなくなったことがあるか？力って超能力のこと？ああそうだ。僕は幼い頃、この力のせいで事故を起こしたことがあるんだ。その時は運よく怪我人が出なかったが、誰かを傷つける可能性は十分にあった。次に事故を起こしたら誰かに怪我を負わせるんじゃないか、最悪の場合死なせてしまうんじゃないか。絶縁体の手袋をつけて超能力制御の特訓を続けても、その不安は消えてくれない。僕は幼い頃から一度だって自分の弱さに打ち勝てたことがないんだ。シデンは今の自分に不足を感じているのね。私はシデンに実力が足りないなんて思わない。その冷静な分析力や判断力が私たちの隊には必要だもの。お願い、私たちのところに戻ってきて。私はこれからもシデンと一緒に戦いたいわ。僕は怪異警報。カサネ、シデン、セイラン市内への怪異の侵入が確認されたわ。怪異が？予報は出ていなかったはずだろう。予報が外れることだってあるわよ。おかげで逃げ遅れた市民が市街地に残っているの。行きましょう、シデン。市民を助けないと。ああ、ハルカ、怪異の出現地点を送ってくれ。ここは僕の実家の近く？え？ハルカも知らなかったのね。討伐部隊は向かっているの。紹介任務に当たっていた部隊が出撃してるけど。それなら周辺の市民の避難を優先するべきか。父さんたちならきっと避難を済ませているはずだ。出現地点へ向かった方がいいわ。家族が心配なんでしょう。余計なことを言うな。海抜軍たるもの、家族よりも市民の救助活動を優先すべきだろう。強がりはそのぐらいにしなさい。手の届かないところで家族を失ったら一生後悔するわよ。わかった、行ってくる。ええ、急ぎましょう。待て、お前も行くのか？当たり前じゃない。早くしてちょうだい。置いていくわよ。おい、なんでお前が先行するんだ？こっちからもサポートするわ。二人とも十分に気をつけてね。どういうことだ？怪異がまだこんなに。報告より数が多かったのね。討伐部隊の手が足りないんだわ。私たちも加勢しましょう。待て、あれだけの数の怪異、僕たちが加勢したところで抑えきれるのか？援軍が来るまで待つべきじゃ。グズグズしていたら市民が襲われるわ。私はここで奴らを足止めする。この数を相手に自殺行為だぞ。他にみんなを助けられる人がいる。やれるかどうかじゃなく、やるのよ。くそ、そんなの僕だって分かってるさ。瀬戸さんだって同じことを言うはずだ。援軍が来るまで市民が逃げ切れる保証なんてない。父さんや母さんだって。だから奴らを食い止められるのはここにいる僕たちだけなんだ。
力を借ります。行くぞ重ね、僕の足を引っ張るなよ。それはこっちのセリフだわ。協力してもらうわよ、シデン。借りるわシデン。3つの攻撃を確認したけど大丈夫だった？無駄よ、終わりに。引き出しになると動きにくいだろうね。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ、ビリビリして動けなくなるから。いける、ズミン。ここでいけ。目を借りるわ。ポイントしたことが。それじゃ任せるぞ。僕の超能力を使え、重ね。逃げ場はない。んじゃ、あとよろしく。ステルス開始ってか。狙いどころを見つけた。無駄よ。やったね。お手並み拝見だな。敵をしびれさせたわ。いける、終わりだ。分かってはいたけど、数が多いわね。いつもの強気はどうした？疲れたって言うなら、さっさと離脱してアジトで寝てろ。ここは僕がやる。それって、まさか挑発のつもりなんて。気を抜かないで。でも今は乗ってあげるわ。サポートしてやるから。そりゃどうも。ああ、あと少しやるべきことをやるぞ。これで全部ね。シデン、大丈夫？大丈夫に決まってるだろう。僕を誰だと思ってる？注意はしていたから、逃がした個体はいないはずだ。どうにかここで封じ込められたと思うが。ハルカ、こちらシデン。現地点に出現した怪異は殲滅した。他の地点での目撃情報はないか？ちょうど今通信を入れようと思っていたところよ。セイラン市内に出現した全ての怪異は、その殲滅を確認。二人とも随分無茶をしたみたいね。お疲れ様。救助隊もそちらへも向かっているわ。市民は全員避難先で無事を確認できたそうよ。負傷者もゼロ。よかったわね、シデン。そうか。そうか。よかった。家族に会ってきたら？いや。無事が確認できたならそれでいい。そう。それじゃアジトへ帰りましょうか。悪い。いい動きをしていたわね。判断も的確だったし、随分助けてもらったわ。お世辞を言うな。僕は無我夢中で戦っていただけだ。それだけ集中できていたってことじゃない？お互い余計なことを考える暇もなかったものね。まあな。だがこれは正式な出撃じゃない。評価されるデータも一切なしだ。不満なの？いや、これは達成感と呼ぶんだろうな。瀬戸さんのマスクをつけたことにも後悔はない。あなた自身がそう思うなら、その気持ちはどんな分析データよりも価値があるわね。そうだな。データでなくとも残るものはある。そんな風に感じたのは初めてだけどな。重ね、僕はもうしばらく舞台にいる。
いつまでだっていてくれていいのよ。得られるものがあると思う間だけだ。この舞台は意外と居心地が悪くない。そう言ってもらえてよかったわ。ありがとう、シデン。お前を見ているとどうも腹立たしくなるな。私は特に何かした覚えはないけど。お前が悪いと言いたいわけじゃない。お前ごときに先を越される自分に腹が立つんだ。見ていろよ、重ね。僕はこの程度で終わる人間じゃないからな。重ね、お前は戦いの時は実に頼れるやつだ。人間性はともかくとしてな。それって褒めてくれているのよね、シデン。その言葉、そっくりあなたにお返しするわ。カゲロウ、今話せる？おっと悪い、ちょっと後にしてもらっていいか。トレーニングルームで鍛えに行くとこなのよ。そう、なら別にいいわ。せっかくのお誘いを蹴ってごめんな。日々の努力あってのカゲロウ様なんで、サボるわけにもいかねえんだわ。カゲロウでもトレーニングすることがあるのね。私も少し鍛錬しておこうかしら。え、誰もいない。わざわざ透明化してこの部屋に入るふりをしたってこと。なんだか妙ね。はるか、ちょっといい？カゲロウの姿が見えないんだけど、どこに行ったかわかるかしら。え、姿が見えないって、まさか。何？何か心当たりがあるの？カゲロウって女の子の前だとそうでもないけど、男連中で集まるととんでもないセクハラ野郎なのよね。前にお兄ちゃんと透明化を生かしたエッチなシチュエーションの話で盛り上がっててドン引きした。透明化ならシャワールームも覗き放題とかなんとか。最低ね。まあ本気じゃないと思うし、アジトでそんなことしないとは思うけど、GPS で位置を見てみるね。あれ、この座標アジトの外だわ。ここを出て移動中、水波川の方に向かってるみたい。水波川？そんなところで何してるのかしら。さあ、散歩とか。なんだか気になるわ。一応様子を見てくるわね。わかった、行ってらっしゃい。気をつけてね。はるかの情報だとカゲロウはこの辺りに来てるはずだけど。いたわ。どうやら何事もないみたいね。はるかの言う通り、ただの散歩だったのかしら。俺ってそんなに信用ないかね。ま、あるわけねえか。気づいてたの？別に怪しんでつけてきたわけじゃないわ。ただ少し心配になっただけ。まあどっちでもいいさ。信用なくて当たり前だしな。今までやってきたことを考えりゃ。どうして嘘をついてまでこんなところに来たの？なんかちょっとアンニュイな気分だったんでね。しばらく一人になりたかっただけよ。大丈夫だって。大丈夫には見えないわ。少なくともいつものあなたとは様子が違う。何かあったの？はあ、なあ、なんでお前まだ生きてんの？突然何？質問の意味がわからないわ。お前の最愛のお姉ちゃんナオミは死んじまった。なのにどうしてまだ生きてられるのかって聞いてる。俺はもうあの子の娘のいない世界で2000年も生きちまったんだ。どんな気分か想像つくか。もう空っぽなんだよ。
娘の存在を守るためにずっと生きてきたが、それを果たしたら生きる理由もない。昔はあの月を見て憎いとか懐かしいとかいろいろ思ったりしたもんだ。それが今じゃ何も感じない。もう半分死んでるようなもんだ。愛する人間を失うってそういうことだろう。お前は違うのか？私は自分が空っぽだなんて思わないわ。私が生きているのはお姉ちゃんが守ってくれたおかげだから、この命を絶対に無駄にはしない。大事なお姉ちゃんを失ったからこそ、私はあんな悲劇を二度と起こさないために生きなきゃいけないの。前向きだね、若者は。2000年生きてるおじさんなんでしょ。そうやっていじけてる暇があるなら、何か意味のあることをしたら。自分が空っぽだって言うなら、この先の人生を使って中身を埋めることを考えた方がいいんじゃない？おじさんはねえわ。何人を老害みたいに。最近の若者は言葉がきつすぎでしょ。そこまで言っちゃう？また茶化して逃げる気？そう言うなって。これが俺のスタイルなんだよ。しかし参ったね。中身を埋めろときたか。けどな、時間の流れに取り残されるのって、かさねちゃんが思ってる以上にきっついぜ。ああ、弱ってるとこ見られたくねえからわざわざここまで逃げてきたのに。かっこ悪いな。そうね、すごくかっこ悪かったわ。娘さんに見られたら幻滅されるかもね。ああ、そいつはマジでへこむわ。しゃあねえな。こうなったらうちの子も重ねも惚れ直すような超かっこいい影楼様を爆誕させるぜ。期待してるわ。なんか最近俺が超能力使って覗きしてるって噂が流れてんだよな。勘弁してくれっての。まあ考えたことがないとは言わねえけど、俺覗きなんてするほど飢えてるように見えるかね。普段から軽薄にしている青年。でも影楼がそういうタイプでないことはわかるわよ。お、さすが重ねちゃん、ありがとな。そういう冷静なところ俺は好きだぜ。どうよ、俺様ともっと仲良くなりたいとか思っちゃった？参ったぜ。そうね、あなたのことをもっと理解したいとは感じているわ。